皆さん、こんにちは、大樹です。今年は正月は1日に休んだだけで、なんだか知らないけど、毎日、えー、コーチング見てはフィードバックするみたいな、えー、仕事が入ってるんですけど、まあ面白いね。<laughs> で、今日もね、ちょっと見てて、ああ、もったいないなというシーンがあったので、皆さんにもシェアしておきたいと思います。なんかこう、 本当に望んでる未来みたいなことを語ったりしてる時にねクライアントが歓喜が舞ってこうちょっと言葉が詰まったりとか、えー、ちょっと涙声になったりとか場合によっては涙が出てきたりとかね、まあ、要はそのちょっと歓喜が舞ったとか金星に触れて心が動いてるっていう感じのシーンがあったんだけどねでなんかそうやってこうちょっと感動しながら喋ってることを、えー、コーチが結構あっさりと。 聞いてで他にもありますかみたいな感じでさらに別のことを聞いていこうとしたのねでまああのー、コーチング全体としては悪くなかったんだけど、えー、最後フィードバックする時に「あそこちょっともったいなかったんじゃないの?」ってせっかくなんかあれだけ感情動いてたんだからって言った時にいやーなんかどういう風にそれを、えー、扱ったらいいかとかあんまりなんか感情的になられても困っちゃうかなと思ってみたいなね。 ああそうかとまあ,あのそんなにまだコーチング始めてから長い人でもないのでまあそうだよなってなんかその感極まった時にどう関わったらいいかみたいなこの自分の関わり方のイメージがあんまりないのかなと思ったんですけどね。で1個ね提案したのが相手がこう感情こう、えー、が上がってきてるなとかねなんか、えー、感極まってきたなと思ったらやっぱり少し。 本人がその感情と共にいる時間をねあの作ろうとそういうスペース作ろうと思った上でで典型的にはねこんな質問投げることを考えたらいいんだよね、えー、今大樹さんの中でどんなことが起こってますかみたいない今あなたの中でねあなたの体の中でとかね今あなたの内側でどんなことが起こってますかってこう聞いてあげてでそうするとねまあこんな急にこんな気持ちになってみたいなこともあるしあとね急にこんなこと思い出してとかね えー、まあなんか過去の何かが思い出されたりとか急にこんなイメージが、ね、湧いてきてとかってまあ要は関係を待ってる時ってなんか感情が上がってるだけじゃなくてねなんか過去のことを思い出したりなんか未来のイメージが出てきたりとかね、まあ、言葉になってないことがいろいろ起こってることもあるんだよねでもちろんうまくそれは言葉にできなくてもいいんだけど大切にしながらなんだろうねあなたのなんかその気持ちは何を訴えかけてんだろうねとかねなんか今その 高まってきてる気持ちが言いたいことって何なんだろうねみたいなのをこういうゆっくり一緒に探求してみたりするとまたさらに重要なことが出てきたりすることがあるんだよねだからなんか相手の声が上ずってきたとかねでちょっと涙声になってくるとかさでで何か相手の感情がわーって上がってきたなっていうことに気がついたらお、なんかいい瞬間が今近づいてるぞと思いながら うん、なんかちょっとその気持ちとかなんか今ね今の気持ち味わってみてくださいってなんかあなたの中で今どんなことが起きてますかとかねなんか今どんな なんかことを思ってますからとかって言ったりするとなんかね内側で起こっていることを言語化してくれたりもするしねであとはさっき言ったようにあのなんかその気持ちが言葉を発するとしたら、ね、これはあのフリッツ・パールズの質問ですけどあなたの心がしゃべるとしたら、ね、どんなことを言うんでしょうかみたいな感じで、ね、その気持ちがなんか話すとしたら何て言いそうですかとかねみたいなことを投げかけてみたりするとまたね、えー、言葉になってなかった。 あの部分の言葉になななっっててきたりして面白いいいんじゃないかなっていうことはねでそれ口にしてもらったら言ってみてどうとかって言いながらじゃあ改めて聞きますけどとか言ってまたねコーチング進めていったらいいとまあなんかこういうイメージ持ってたらねでその場でやってみようってなるかもしれないしあとはまあなんかそういう基本的な打ち手みたいなのが分かってるとまあそれと比較してねなんかここスルーしてどんどん進めていくっていうのとどっちがいいかなとかっていうのもね考えられると思うのでなんかまあ基本的な、えー、打ち手というかね あのいうのをえ覚えておくといいかなということで参考までにご紹介です。相手が関係を待ってる瞬間ね大切に是非してみてください。ということでまたバイバイ。